戦はまだまだ続きます。お我ら名古屋おもてなし武将隊陣笠隊15でござりまする。夏でござりまする。我ら名古屋おもてなし武将隊陣笠隊よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それで皆様と一緒に勝ちどきというものをあげたいと思っておりまする。勝ちどきと申しますのは拳を掲げましてえいえいおえいえいおえいえいおたびたび拳を上げるものでござりまする。すでに上げてくださった方おられますけれども、声とともにですなおという元気な声と一緒に拳を上げていただきたいと思いますので、今一度皆様全員でやってまいりたいと思います。さあでは皆様拳を掲げてくださいませ。さあグーにして上に一緒にやりましょう。ここに集いし皆が力と声を揃えて物の不当なってまいりましょう。参ります。皆の者勝ち抜きじゃそれ、えいえいおーえいえいおーえいえいおー、名古屋おもてなし武将隊は400年前より蘇りし物の不集団、本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。世は太平なるその暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりませぬ。ゆえに刀は蘇る。月に一目で自由を愛し己の信念を貫いた華麗奔放に流れた生涯は人の心に生き続ける。天下御免の歌舞伎者前田慶次。拍手が小さいの。異国の者も俺来い。かっこよかろう。やれ。写真を撮れ。家宝にするがよい。歌舞伎者とは何かと思う。乱暴者、勝って極まる者、どちらも違うの。歌舞伎者とは決して真理を曲げる傑物よ。わしが天下御免の歌舞伎者前田慶次。転んでも立ち上がる、倒れてもくじけない、泥にまみれ抗い続けてたどり着いたは天下人、太鼓豊臣秀吉。皆の衆わしには大きく手振ってちょう。ありがとうさん。よしかけが。この世は夢のまた夢。
平和の世でもどえや夢叶えたらよ。わしは太閤豊臣秀吉、はあ、天下不武を掲げし男は光を放つ。その光は新しき世の明けぼのか、すべてを焼き尽くす炎か。第六天魔王織田信長、滅せるものとあるべきか。我が名は大六天魔王織田信長である。皆様の出陣じゃ。おーさあ皆の衆帝名を捕まえようか。せいや、
やはり小さいな。拍手拍手。よし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 、よし拍手だから信長様、もう一本演舞しますか。で、あるか。わしは、できますぞ。計算やりますか。よし、わしは帰る。どの船には乗らんことにしてる。信長様、あんじゃ、わしが作った泥船、乗船お願いいたします。当局は一切感知し、信長様、久喜義孝殿が見えておりまする。いや、もう何のことか。久喜義孝分からないものに申すと、我らの時代の武将なんじゃが、武将にもかかわらず船を作ることができる男でござって、わしらの時代は戦国武将というと戦っとることを意識する者も多いかもしれんが、城を作ったり、時には政治家として南は年貢は税金をもらって橋を作ったり、道を整備したりと、お主らのためにわしは働いてきて、今の日の元がある。あ、しほら、何を言ってたんだろう。何を言うと、わしが働かしやったんだろう。どうだか、働く意志があったゆえに働いておりました。何を言うとんですか。わかるわかる。知っとるか、お主らが今当たり前に見とるあの街路樹というやつだ。街道沿いに木を植える、そう、この日の下で一番最初に大規模に工事を行ったのは、そう、このわし、織田信長だ。おい、はい、知っとったか、街路樹のせいだ。なるほど、そういうことですよ、信長様。なんじゃなんじゃ。わしもあります。お、お主が一番最初は何かあるか。聞いて驚け。お、わしの前に出てきた。あはは。後で切ってやろう。5秒だけいただきます。わしは日の本で一番パチンコ台が多い。あは。これはそうじゃな。拍手戦で。これはそうじゃ。お前なんかあるだろ。はお、ございます。で一番。失礼。お、なんじゃなんじゃ。わしは日の本で唯一桜の下で花見をいたした。いや、大規模に行ったんじゃろ。は、大規模に皆がもう宴をする、その桜の花見はわしが第五次というところでしたんじゃ。おう、みんな見てみよう、この反応。なんでじゃ。お前だけ真偽だ。なんでじゃ。他になんかないのか、お前の日本一は。信長様、秀吉様はたくさんの武功がありすぎて、どれを選んでいいかわからんというところでございます。わしからあります、秀吉様の巧妙なものが。何じゃ。わしらの時代の都、京都行ったことあるよというもの。京都、京都行ったことあるもの。京都の中心に寺町通りと呼ばれるものがある。あるな。その通りを作ったのはこちら、豊臣秀吉様であらせられる。しかもここには信長様も大いに関わっております。なんじゃ。いや、信長様本能寺ではなく、信長様は都を支配するために、話し合いという名の話し合いを重ねられ、都の者たちが屈しなかったので、信長様はちょっと京都を燃やすという、それで反対したのを秀吉様が後に寺町通りとして再興されました。わしは信長様が燃やしたところ新しくしただけにございます。どうや、信長様の夢を継いだのにございまする。あ、どうやの、わしが乗ったのはやはり泥船だ。やはり泥船だ。信長様、わしはまだ一緒に漕いでまいりましょう。いや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 、もう京都の話は良い、名古屋の話をしよう。あ、我々も今年で結成15年。どのような戦かと申すと、拠点である名古屋を世界一の観光都市にすべく、全国各地、あては異国の地にも遠征で参っている。今日県外から来たよと。はい、おそらく多くおるはずだ。では例えば、そこのお主よ、お、小さなワッパよ。お、小さなワッパいっぱいおるわ。旅に、ワッパは小さいからな。もののけの旅を描いてる。かわいいもののけじゃない。なんじゃこの桃みたいなもののけは、名前言うてみ。カービィ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 。お前の飼育しとる、なんか、それは綺麗に足を洗わんからカビが生えるじゃん。なるほど。あ、野村さん、カビとは言うておりました。カービィ言うと。ちなみにお主はどこから参ったのじゃ。静岡県隣じゃな。うこういう時はな、遠いやつが言うんじゃ。そんなこと言うよ。昔だったら遠いぞ。あ、そうじゃぞ、決して遠いじゃろ、わしらにとっては。いや、しかしながら現世では鉄かごで
半国2時間もあればたどり着けまするであるな。では我こそは遠くから来たよというものは、はい、一番遠い西川さんというもの、遠いよ、こうやって言うとなかなか開けづらいかもしれないが、あ、そうそう、どこから来た、東京、東京近い、遠い、ありがとうさん、うん、歩いたら10日はかかるからの、遠路はるばるよく来てくれた、おぬしらが来てくれた江戸町じゃったら、わしらは切手と呼ばれるところで演舞もやってる。切手、はあ、そんな命を捨てるものが多い。福永様、実はこれ大きな天守、ビルなるものの名前でございまして、うん、びっくりした、大きな天守というか、かっぷきのいい天守。違います、違いますね、天守閣、天守やろ、あのような大きな建物が江戸の地にはたくさんあるということで、そういったところに参って演舞を披露し、そして名古屋のうまいものであったり、名古屋の観光施設なんかも南屋に伝えておる。今日は名古屋城来てくれたが、この後名古屋以外で、あ、この名古屋城以外でどっか回るよというものおるか、名古屋城として、名古屋城以外、名古屋城以外で明日またどっか行くぞと、いない、なぜならみんな明日も名古屋城行くから。あ、行く予定がある。この人はどこに行きたいんじゃ。名古屋ドーム、名古屋ドームじゃと、どうするぞ。今はバンテリンドームという名前じゃ。改名されたの知らんのか、主知っとるか、コーアって会社。バンテリンってな、何でも効く塗り薬があるのか。いやー、あの薬師すごいですな。あのコーアというものはな、もともと名古屋で布問屋から始まっとる。布を売っておって、どんどん財を成して、ついには薬にも手を出して、まあ、そういうとちょっと危険な匂いがするな。どうぞ、そんなことはございません。そういう薬に手を出してじゃないぞ。薬を商いするようになってた。そして今のコーアという会社につながる。実は名古屋のものなんじゃ、知っとったか。ああ、これでバンテリンドームが3倍楽しめるじゃん。通常の3倍だ。わしが赤いですじゃないぞ。何じゃ、いや、3倍に食いついてしまいました。これも名古屋生まれの絵巻。確かに、その名も白い悪魔、通称ガンダムと呼ばれる。これも名古屋生まれなんじゃ。知らんかったじゃろ。今ざわついとる。おう、見よ、武将大地に立つ。いやいや、分からんって。もう今の反応で白い悪魔が分からんのだなって。白い悪魔が分からんのに大臣だと分からん。信長様、なんじゃ、わしも分かりません。やろう、えらい風吹いてきたもん。いやー、良いですな、この民の心を表してるかのような風。今もどんどん風吹いてほしい。今炎天下の中、わしらの演舞を見たからな、この風がどこつけはずや。ただどうやら誰も帰らないということで平和ですな。いいことではないか。ではこれを機に、我らが陣形を組むがゆえに、お主らは持っておったからくり機にてバシャバシャと我らの姿を収めようか。それでは正面から構えてまいる。いざ開始じゃ。一つ、二つ、しかと移せる、三つ、四つ、五つ、しまいじゃ。さあ、こちらじゃ。さあ、目線が欲しい者は手を振るがよかろう。やるぞ。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、しまいか。さあ、こっちじゃ。よし、ではわしの民国の言葉を聞くがよい。こう見えても台湾遠征にも参っておる。いい、お、いいじゃん、やっとるんだけど。あ、三、シェイシェイ。そしてもう一つ、ファンリン、クワンリン、ミングウー。おー、わかってくれた。そうした、握手しよう。怖い怖い、槍が。いや、チョンゴは、チョンゴは、チョンゴは、チョンゴ、チョンゴは異国の方なんだから握手しようね。通じるわけないだろ。魂、今槍向けられたと思ってびっくりしたぞ。魂でいけるかと思った。シェイクハンドしたかったね。シェイクハンド、すまんな。チョンゴは、チョンゴはやべえ、やべえ、どういう意味なんでしょうか。誠の死闘を入れたわ。どうしてくれるんじゃこの空気。信長様、わしら400過ぎてるのにそんなに慌てることはありませんね。慌てるか、こんなこと何百回待ったではございませんか。15年の間だから嫌なんじゃ。まあ、ただな、南はわしらには名古屋城に来れば会えるし、土日祝日には演舞というものを披露しておるゆえに、今日は10名のうちの5名が出陣でござったので、また明日来てもらえたら違う武将や足軽にも会うことができます。そして南々に良き名古屋の記念を残してもらうべく、これよりは南々に褒美の時、
写真撮影会を行う。よ、写真撮影会とは何ぞや。これは好きな武将と1対1で写真が撮れるというもので。